はい、経過の都合作業を展開しております、合同会社もてなし便の椎根翔です。今回もですね、弊社の試し体験に来ていただいた木村さんのインタビューをお送りします。木村さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回はですね、このお試し体験の結果どうであったかという感想的な部分をお聞かせいただけたらと思います。はい、今日やってみてやっぱりさっきも同じようなことを言ったんですけど、はい、見えなかったものが見えてきたので、このお試し体験は半日かかりますけど、絶対にやった方がいいと思います。なるほどですね、ありがとうございます。はい、なんか宣伝までしていただきまして本当にありがとうございます。